無名から世界へ。ナンバーアンダーライン愛の奇跡が熱すぎる。フィリピン台湾広告掲載の舞台裏に密着。ILY's ナンバーアンダーライン愛フィリピン台湾広告展開記念。彼らの魅力を語り尽くす。ナンバーアンダーライン愛の音楽が世界に広がっていることは、まるで夢のようです。わずか数年前、彼らの存在はまだ限られたコミュニティ内で知られる程度でしたが、 今ではその広告がフィリピンや台湾といった国々で堂々と掲出され、スポティファイのようなグローバルなプラットフォームにまでその影響を及ぼしています。こんな未来は、ファンや本人たちも当時は想像できなかったことでしょう。彼らがどのようにしてここまで来たのか、そしてこの勢いが今後どのように発展していくのかを考えると、期待は膨らむばかりです。のの成長をを振り返ると彼らが最初に注目を集めたのは 日本国内ででののライブ活活動と SNS 用でした。特に日本のファン層である ILYs とのつながりを大切にし、徐々にその支持を広げていきました。地道な活動を重ねる中で、ファンの間では口コミが広がり、徐々に多くの人々にその存在が知られるようになったのです。しかし、彼らが本当に飛躍するきっかけは、やはりデジタル音楽プラットフォームの活用にあったのではないでしょうか。 Spotify をはじめとするストリーミングサービスは、地理的な制約を超えて音楽を世界中に届ける手段として、彼らにとって非常に重要なツールとなりました。こうして、国内外のリスナーが彼らの音楽にアクセスしやすくなり、徐々に海外でもその名が知られるようになったのです。フィリピンや台湾での広告掲載は、まさにこの国際的な成長の象徴と言えるでしょう。台湾は、 彼らが以前にミュージックビデオの撮影地として選んだ場所であり、台湾のファンである i l y z にとって特別な意味を持つ土地です。その台湾で、しかも長期間にわたって広告が掲載されるというのは、彼らの活動が一時的なブームではなく、長期的な支持を得ている証拠です。また、フィリピンにおいても、マニラの主要なエリアに広告が掲出されることは、 彼らの音楽がアジア全域で愛され始めていることを物語っています。フィリピンや台湾といった市場は、音楽業界にとって今後ますます重要になるエリアであり、彼らがここで成功を収めることは、さらなる世界進出のための重要な一歩となるでしょう。このような国際的な広がりの背景には、もちろん彼ら自身の才能と努力がありますが、それだけではありません。現代の音楽業界では、 アーティストの創造性だけでなく、マーケティングやファンとの関係構築も重要な要素です。ナンバーアンダーライン愛は、その点でも非常に賢明な戦略をとってきました。彼らは、単に音楽を作り出すだけでなく、その音楽がどのようにリスナーに届くかを深く考えています。SNS を通じたファンとの交流や、ファン参加型のキャンペーン、さらにはライブ配信などを積極的に行い、常に、 i l イ,イズとの強い絆を保っているのです。これにより、彼らの音楽は単なるエンターテインメントにとどまらず、ファンにとっては感情的なつながりを感じる特別な存在となっています。このようなファンベースを築くことで、ナンバーアンダーライン愛は一過性のトレンドではなく、長期的に愛され続けるアーティストとしての地位を確立しつつあるのです。さらに興味深いのは、 彼らが国際市場に進出する際に直面するであろう文化的な壁や言語の違いをどのように乗り越えているかという点です。音楽は普遍的な言語であり、感情やストーリーを伝える力を持っていますが、それでも異なる文化圏で成功するためには、現地のリスナーに共感してもらえるような工夫が必要です。例えば、フィリピンや台湾での広告展開に際しては、その地域の文化や価値観に合わせたアプローチを取り入れている可能性があります。 広告のデザインやメッセージ、さらには彼らの音楽ビデオにおいても、現地のファンが自分たちの文化に親しみを感じられるような要素が取り入れられているかもしれません。こうした戦略的なアプローチは、単に音楽を届けるだけでなく、リスナーとつながるための重要な手段となっているのです。このような活動の成功は、他のアーティストにとっても非常に示唆に富むものです。国際的な成功を目指すアーティストにとって、 音楽のクオリティはもちろん重要ですが、それだけでは足りません。彼らがどのようにして世界中のリスナーとつながるのか、その戦略が鍵を握っています。ナンバーアンダーラインアイのように、SNS やデジタルプラットフォームを駆使し、ファンとの強い関係を築くことができれば、どの国にいてもその音楽が支持される可能性が高まります。また、広告やメディアを活用して自分たちの存在をアピールすることも、 非常に効果的な手段です。フィリピンや台湾での広告掲載は、まさにその一例であり、現地のファンに対して、自分たちのための音楽であるというメッセージを強く伝えることができるのです。彼らの未来に対する期待は、ますます高まるばかりです。今回のフィリピンや台湾での成功は、彼らの活動がアジアにとどまらず、さらに広がっていく可能性を示唆しています。今後 ヨーロッパやアメリカといったさらなる大市場への進出も十分に考えられますし、その際には、また新たな文化的な挑戦が待ち受けていることでしょう。しかし、彼らがこれまでに築き上げてきた戦略と努力を考えると、どのような壁が立ちはだかっても、それを乗り越えていく力を持っていると感じざるを得ません。彼らの音楽が今後、どのように世界中のリスナーの心を捉えていくのか、そのプロセスを見守るのは非常に楽しみです。 また、彼らの成功は、日本の音楽シーン全体にとってもポジティブな影響を与えることでしょう。日本のアーティストが世界で成功を収めることは、日本の音楽が世界的に評価される一つの証となります。これにより、他の日本のアーティストも国際市場に挑戦する勇気を得ることができるのではないでしょうか。実際、最近では多くの日本のアーティストが海外での活動を積極的に展開しており、 ナンバーアンダーライン愛の成功はその流れをさらに加速させる役割を果たす可能性があります。ナンバーアンダーライン愛の世界的な広がりは、まさにファンである、i l y ズの努力と情熱によって支えられてきたものです。音楽業界において、アーティストとファンの関係はかつてないほど重要になっており、ナンバーアンダーライン愛はその典型的な例と言えるでしょう。彼らの成功は、ただ音楽を作り、 それをリリースするだけでは達成できなかったはずです。ファンとの緊密なコミュニケーションや、彼らの期待に応えるクリエイティブなアプローチがあったからこそ、彼らはここまで来ることができました。例えば、彼らの SNS 活動は、単に宣伝をする場ではなく、ファンとの直接的な対話の場として活用されています。リスナーからのフィードバックを受け取り、それに応える形で新たなコンテンツを作り出す姿勢は、 彼らがいいいかかににファンをを大切ししているかを示してる示ますこの双方向の関係性はデジタル時代において非常に重要です。これまでのようにアーティストが一方的に作品を提供するだけでなくファンが積極的に参加し影響を与えることができるという新しい形のクリエイティブな共同作業が生まれているのです。ナンバー・アンダーライン愛はこの新しい時代の音楽の在り方を体現しているアーティストと言っても過言ではありません。 また、彼らの音楽そのものも、リスナーとの深い感情的なつながりを生み出しています。歌詞には多くの人が共感できるテーマが込められており、希望や勇気、愛といった普遍的なメッセージが強く響いています。特に、グローバルなリスナーにとって、言葉の壁を越えて感情に訴えかける力は非常に大きな意味を持っています。音楽は言語を超える力があり、リズムやメロディーだけでなく、 その背景にあるストーリーや感情が伝わることで、多くの人々に影響を与えることができるのです。こうしたナンバーアンダーライン愛のアプローチは、他のアーティストにも多くの示唆を与えます。世界に向けて活動するには、ただ音楽を発信するだけではなく、ファンとの共感をどのように深めていくかが鍵となります。彼らのように、SNS やデジタルプラットフォームを活用し、ファンとの対話を重視することで、 長期的な支持を得ることが可能です音楽業界は今、かつてないほど競争が激しくなっており、グローバルな成功を収めるためには、単に楽曲の質を高めるだけでなく、どのようにしてリスナーとつながるか、その戦略が問われています。ナンバーアンダーライン愛は、この点において他のアーティストの模範となる存在です。さらに、彼らの国際的な広がりは、 音楽業界全体にとってもポジティブな影響を与えています。彼らの成功は、他の日本のアーティストにとっても海外市場に挑戦するためのインスピレーションとなるでしょう。これまで、日本の音楽シーンは国内市場に依存してきましたが、今後はより多くのアーティストが世界に目を向けるようになるかもしれません。特に、アジア市場における成功は、他のアーティストにとっても重要な教訓となるでしょう。アジアは今、 音楽業界の中で非常に大きな成長を遂げている地域であり、ここで成功することは、さらに広い市場への進出の足掛かりとなります。もちろん、ナンバーアンダーライン愛にとってもまだ挑戦は続きます。フィリピンや台湾での成功は、彼らのキャリアの一つのステップにすぎません。次にどの地域で、どのように活動を展開していくのか、その動向が注目されています。 ヨーロッパやアメリカといったより競争が激しい市場においても、彼らがどのようにして存在感を示すのかは、大きな関心事です。彼らの音楽が持つ普遍的なメッセージや、ファンとの強い絆があれば、どの市場でも必ずや成功を収めることでしょう。しかし、その過程には新たな困難も待ち受けているに違いありません。文化的な違いや市場のニーズに対応しながら、どのようにして自分たちのスタイルを守りつつ、 広がりを持たせていくのかが今後の課題となるでしょう。また、音楽そのものの進化も求められています。彼らがこれまでに築いてきた音楽スタイルやメッセージ性は多くのファンに愛されていますが、今後さらに広がるためには、新しい挑戦が必要になるかもしれません。新しいサウンドの導入や、他のアーティストとのコラボレーション、さらには異なるジャンルへの挑戦など、ファンを驚かせるようなクリエイティブな試みが求められるでしょう。 これまでの成功に甘んじることなく、常に進化し続ける姿勢が、彼らをさらに高みへと導いていくのです。最後に、ナンバーアンダーライン愛のファンである、i l イズにとっても、この国際的な広がりは非常に感慨深いものでしょう。彼らの応援があってこそ、ナンバーアンダーライン愛はここまで成長することができました。そして今、彼らが世界の舞台で活躍する姿を目にすることができるのは、 ファンにとって最高の喜びであり、誇りでもあるはずです。これからも、彼らの音楽が世界中に響き渡り、さらに多くの人々に愛されていくことを願ってやみません。